ワンワン。やっほやっほやっほ。明日ルームスで19時時間が分かんないんですけど、なるべく早くの時間に作戦会議ができたらなと思ってますので、ちょっと夜空けててください。早くいなちゃん近かった、ありがとう。もっとご新会議言ったら、こんばんこんばんは。もちろん気づくよ、本物。嬉しい。ちょっと疲れてす、今日画面見すぎてて、画面見すぎててお目目ちょっと痛いんかもしれない。こんばんは。全然身体の疲れノーダメージ。こんばんは。ノーダメージな。わあ、豆腐。嬉しい、おかえり。こんばんは。ぴょんぴょんぴょこぴょんぴょ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 。今日もバリカンやねんけど。あにゃし。そっか、それなよかったけど無理せずにね。はい、ありがとね。ミニジャンプ、ミニジャンプ。明日何時起き？8時ぐらいかにゃ。こんばんにゃ。お仕事あえて帰宅して、お帰りなさい。ウィーニーザップ、ウィーニーザップ。わかった、なんで喉痛いか。昨日いっぱい歌ったこれ。昨日いっぱい歌ったからか。まんまる閉じた小さいクマ、ウィーニーザップ、ウィーニーザップ。こんばんは、サトシさん。マラソンの練習頑張ってます。今日も走りましたよ。最近午前中に走ってるのでね、ちょっと朝夕な何に。質問なんでそんなに可愛いの。これかぶってるからですかね。うさぎさん効果。こんばんは。なんせ今日から私大学生ですけども、お休みなので、春休みなので曜日感覚がなくなってしまいます。京都まで応援に行こうか。来てほしい。頑張れるや、来てくれたら。絶対ね、皆さんの応援なしで走り切れる自信ね。あ、そうね、言ったかけど、皆さんの応援があったら多分頑張れるので。もちろん顔が、鬼瓦の顔は見られたくないんですよ。でも進級できます。多分。こんばんは。ウィーニーザップ、ウィーニーザップ。ウィーニーザップってどういうこと？どういう意味やろ。こんばんは。
そうです、今のニート、2ヶ月ニートです。こんばんは。僕の好きな最強ついて似合いすぎて感心する。こんばんは。何色うさぎ、いっぱいあるけどやっぱしピンクが多いな。ピンクウサギいっぱい持ってるね。いっぱいって言っても3個ぐらいと、昨日着てた黒ウサギ、白ウサギはない。その4種類かな。ウサギちゃん4種類のウサギをウサギ年ということでローテーション。そうそう、たまたままたまた。なんも笑顔開花宣言会なのしか見てませんだって。本当かにゃ、嬉しいです。チンテール、これチンテールっぽくない？え、毎日朝9時から夜12時までよ、部活よ、やばい。ご飯は？ご飯は？こんばんは。日曜日の公演出るかな。本当でしたって、やったー。こんばんは。まんまるとしたちっちゃいクマ、ウィニーサッポウィニーサッポ、かわいいクマよ、ウィニーザウサギ、ウィニーザウサギ。まんまるとしたちっちゃいユナナ、ウィニーザウサギ、ウィニーザウサギ。かわいいユナナ。マイルちゃんファイト、ありがとうございます。平日何回くらいでミニタオルにサイン書いてもらえるみたいよね。なんで平日だけなんだろうね。書くよ。こんばんは。こんばんは。お疲れ様です。こんばんは。当たるかねえ。いや、当たるかもよ。当たっちゃうフラグかもしれない。あ、うん、みんな当たらないとか言っちゃってさ。いや、大好きです。ありがとうございます。オンライン話で確定して詳しくはメールで送信。やったー。嬉しい。機種変更したの？ユナの病んでる？闇メイクってことですか？
み。言ったらやまないからな。ゆなちゃん、やっほー。投げたメンバーなくていい感じやから、誰もやっちゃうよ。書きたい書きたい、嬉しい。書かせてください、皆さんのタオル。やっぽー、こんばんは。シャッターの切れもちくん、ハートありがとうございます。ハートハートハート、ありがとう。Thank you so much. こんばんは。あ、金曜劇場申し込み嬉しいです。いや、なん、鶴橋行ったことあると思います、けどあんま行かないです。鶴橋、前髪が。さとみちスターさん、ありがとうございます。鶴橋行った時ね、一人焼肉行ったんですよ。その時も一人焼肉行ったの。お昼だけどね。なんで鶴橋で一人焼肉行った経緯は忘れたけど、なんだったっけ、レッスンの前だったっけな、忘れた。琴ちゃん、ハートありがとうございます。ちら、いやー、一人で焼肉、なんか定食みたいになったけどね、その時一人行った時は。よくあるチェーン店のとこだよ。普通のチェーン店の李朝園。イケメンゼリフ言って何なんだろうね、イケメンゼリフ。何、やっぱりなく癒されれ、またこっそり配信に、はい、またこっそり待ってます、ありがとう。なな、好きな男性の仕草ないですね。あ、あれです、ピオラーになりますとか、ゆなな大好きとか、ゆなかわいいとか言ってくれて嬉しいです。まるちゃん、お疲れお疲れ。一人まるまる好きじゃないです。ゆな大好き、ありがとう。こんばんは。ファンサして。ゆな可愛い、照れますね。漢字のゆなはマジ照れる。今日も可愛いやって。ありがとうございます。
こんばんは。ゆなくん付き合いたい、かわいい。ほくぼくぼく祭りってして、この前土日もね、思いました。ミルキーさんいらっしゃるんだと思って、めっちゃ行きたかったんですけど行けなかったです。明日も行けた、やっはー。とかちゃん、はーちゃん、ありがとう。わあ、夢に出てきた。なんでだろう。夢の中にもゆなな。ゆなくイケメン、ゆなイケメンって初めて言われた。ピュアラの入会方法、ピュアラになりたいですっていうだけでもいいし、あのゆなのファンクラブがあって、月額1100円なんですけど、そのファンクラブ限定の配信とか動画とか写真もあるんで、よかったら。それ入ったピュアラ認定証ももらえますの でメールが、ユナのメールが欲しいよって方はユナのモバイルメールってのもあるので。おやすみなさい。おやすみ。ゆなさん、奈良県民っていうのを認知されてないから、あんまりさ。押していいよ。女の子か、何歳ですか。こんばんは。全部入ってた、まるでピュラみたいだって。アットマークピュラってついてないけど。こんばんは。どっかちゃん、バラさん、ありがとうございます。佐藤の切れ餅くん、ハート、ありがとう。こんばんは。僕は切り餅、今更。女の子だよね、ネネミレイ。そうなんだ。キャラさんの中でゆっくん推しになってくれるのね。坊主さんの最優秀職が、ほんま嬉しい、ありがとうございます。アイドルとしてスターになる予定の人です。やった、匿名ちゃん、ありがとう。ピューラーさんは年齢不詳でも OK です。ピューラーさんは生まれたてからお年寄りでも全然大丈夫です。こんばんは。そう、ファンクラブショルみたいな配信ある。しかもユナは月1回生演奏してるギターで、昨日初めてやったんですけど、ピオラコンサートっていうピオコンってやって、ギターで生演奏もしてるので、そのファンクラブ配信ならではの配信とかもしてるんで、よかったら。とか YouTube の内容とかも先に知れたり。ユナのルーム、はじめまして。はじめまして、なおちゃん、ありがとうございます。なんか新しい壁車になってから訪問者さん増えた気がする。どかちゃん、バラさん、ありがとうございます。ひなくんがオーディション受けた動画見て泣きました。やめてください、あれ黒歴史です、ほんまに。あれは超絶太ってた頃なんですけど、あれからね、めっちゃ痩せたんですけど、オーディション受かった時、
まあ、けど今はオーディション受けた時ぐらいなんで痩せます。こんばんは、かぶしゃかわいい、ほんま？マークピュアラーつけてみてありがとうございます、嬉しい。今年の壁じゃわーって何。この前のゆなの直筆引いたんだ、お礼行きまして私のところに来てくれてありがとう。嬉しい。ありがとう、また大事にしてください。個性出てるんや、すごい決めた方。こんばんは、きれいな、こっちの顔が好きなのにこっちだった。すごいですよね、決めた方。いまだに7期生めっちゃ見返す。マジ？ひなのも好きだって嬉しい。今日も気になってる早川さん見に来た。わーいわーい、ありがとうございます。とかちゃんハートありがとうございます。なくのダンスをちょっとやってみるね、今度ダンスか。たっくん TY さん、もちもちありがとうございます。7期生密着おすすめ、よく出てくる。そうなんだ、ゆのなん TV 出てきてほしいよ、おすすめね。かわいい、ありがとうございます。こんばんは、リンクしてみて。ハトの切り餅ありがとう。こんばんは、ゆうなん TV 何回も出てくる？皆さんが一番好きな回は何ですか？今11本ぐらい撮ってるんですけども、じゃあ11本くらい上げてるんですけど、こんばんは。わ、プレゼント待ってます。そうだよ、もうそんなに上がってるんです、実は。とかちゃんハートありがとうございます。佐藤の切り餅、切り餅さん餅ありがとうございます。何の持ち帰りなの？やっぱピオラーさ、あれやな、コアやな、コア。多分そうです、 YouTube やってます。よかったらチャンネル登録高評価お願いします。そして宣伝もいっぱいいっぱいお願いします。待って、みんななんや、やば。琴ちゃんハートありがとうございます。なん、好評すぎてやばやばやばい。サタンの切り落ち、切り落ちさんハートありがとうございます。なん、大人気、意外、びっくりした。こんばんは、なんて YouTube？ ゆののん TV です。皆さんゆののん TV で
検索してください。ゆなな、待って、みんな初期やないかい。ゆななん TV、やったー、成人式可愛かった、嬉しい。国ある、自分一番は韓国、もう世界が好きです。毎朝 YouTube のリンク貼ってる、いや、ありがとう。ルカちゃん、バラさん、ありがとうございます。固定コメント、こんばんは。佐藤くん、ハートありがとうございます。トゥトゥルドゥト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 ゥ、佐藤くん、ハートありがとうございます。お腹空いてきた、お腹鳴った、かわいいな、ありがとうございます。夏と冬ならどっちが好き？夏かな。ゆなめっちゃ末端冷え性なんです。だから夜ご飯も食べました。こんばんは。世界がいいね。ゆなくん、沖縄国際映画祭来て NNB メンバーが毎年イベントで、行きたい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 。こんばんは。頑張って、呼ばれるように、選ばれるように頑張ります。ハワイ行ったことありますの？ハワイ大好きですよ。なんせハワイアンガールユナなんで。ハワイアンガールユナ、ハワイアンガールユナ、ちょっと沖縄のね、ソーキそば好きだったんですけど、ちょっとあんまいい思い出ないんですよね。沖縄の修学旅行行った時に、お昼は好きなもの食べて、夜は夜はね、民間合宿だって、その家の方が出してくださったんですけど、昼沖縄そば食べて、そして夜も沖縄そばが出てきたんですよ。で、めっちゃ量が多くて、まあ、出していただいてるのでも全部食べなきゃいけないじゃないですか。で、一緒に行ってた子がもうお腹いっぱいで、もう泣きながら食べてはって、その子で、ゆっくんが頑張ってもらって、もう沖縄そば
ソーキそばもいっぱい食べてちょっとって感じ。そう、いいな、あの泣きながら食べたことないから、あのその子の気持ちは分かってあげられなかったんですけど、けど同情はしました。あのかわいそうだったので助けてあげました。5人ぐらいいたんですけどね、全員でその合宿。佐藤くんハートありがとうございます。けど民間合宿楽しかった。そこで食べたサーターアンダギーがめっちゃ美味しかったです。次の日のめっちゃメニューまで覚えてる。タコライスも食べたな。こんばんは。その前の年までホテルだったんですけど、自分らの年から民間合宿になって、でもめっちゃ好評、そう好評だったらしいですよ、民泊。ハトくんハートありがとうございます。ぜんざいは食べてないですね。佐藤くんハートありがとうございます。握手しよう。タコライス食べました。修学旅行韓国いいな、やばい。修学旅行もう一回行きたいな。ピオラ旅行行きたいな。みんなでそういうのあったらいいのにね、企画が。ゆな夜中まで歌ってあげれるのに。とかちゃんハートありがとうございます。ピオラサマゴピヨコバスズ。ゆなマジでバスで元気やから、一人多分乗った飛行機の CA さんがめっちゃ美人やって記憶しか。そうなの、まあ、CA さん美人ですよね。こんばんは。ピオラ旅行、やっぱピオラ旅行はスワンボートですよね。アヒルのボートで、やばい、想像しただけで可愛いや。そしてピオラランド、ピオランドに大体さ、バスってさ、行きは元気だけど帰りは寝ますよね。わかる、紅芋タルト美味しいよね。でちょっとさ、バスでちょっと古いドラえもん見るのがあるあるじゃないですか。で前のクラスのバスの映像がちょっと後ろの席から見える。帰りのバスは何かしら苦が取られがち。けどな、高校生とかもそうやけど、なんか結構3人組で仲良くがいた多かったから、3人組でいることが多かったから、だいたいなあのバスの座席決めるってなった時、やっぱ3人って困るじゃないですか。いいよ2人で座って。いや結構一人で座ること多かったかも。こんばんは。
けど前やら前やら後ろやら乗り出してたけど。こんばんは。たまにさ、怖い先生が横に来られた時ちょっと嫌やったの。スワンボート乗ったの？こんばんは。沖縄水族館行ったっけな。チラ海水族館やったっけ。行った気がする。覚えてるってことは行ったんかも。いな、修学旅行でしか沖縄行ったことないから。新潟といえばお米？トキ？台湾といえばあれ、あれ美味しい。お土産でもらったことあるんですけど出てこない。パイナップルパイじゃないわ、パイナップルなんとか美味しい。めっちゃ食べた、最初食べた時感動した。パイナップルケーキだ。じゃあゆっちゃすくん、そろそろ今日はもう寝ます。観光。明日は Rooms の配信もするのでよろしくお願いします。明日夜食食べないですよ。ゆっくん21時以降は、20時以降ぐらいは食べたくない人なんです。前髪が。ごめん、たくさん読んでくれてありがとう、ありがとうございました。おやすみ、おしめん。じゃあランキング読みます。シュルーム、コメントたくさん読んでくれたりありがとう。認知もちろん。はい、19時か18時か、18時、19時からの予定ですが、あの19時、なるべく早く、ゆっくんはあの明日お仕事なんですけど、押さなければまたお知らせしますので、夜は開けといてください。じゃあランキング見ます。13位デビアン、12位ヒカルちゃん、11位コロコロワン、10位エイティさん、9位ヒータロウ、8位マミちゃん、7位オズマ姫、6位シンくん、5位マイロちゃん、4位サトミチ、3位ドカちゃん、2位コトちゃん、そしてはい、あれ1番佐藤の切り餅くんでした。ありがとうございます。ありがとうございました。じゃあ佐藤の切り餅さんに萌え台詞を。
いきますね。3、2、1。よし。お餅食べる？え？切ってほしいって？もうしゃあないな。トントントン。はい。佐藤の切り餅やで。ありがとうございます。めっちゃうまないこれ。ありがとうございました。おやすみ。今日見合わせましてありがとうございます。バイバーイ。ガチュガチからありがとうございました。バイバーイ。